新しい MacBook を買ったら必ずやる初期設定33個紹介します。こんにちは、ヨウタです。今日の動画は30万再生を突破した Mac マニアの僕による MacBook のおすすめ初期設定33個を最新版としてお届けします。 MacBook を初めて買った人向けの基本的な設定からちょっとマニアックな設定まで、最後までこの動画を見るとあなたが Mac を使いこなすヒントがわかります。この動画はテンポ重視でいくので、ちょっと早いなって感じる方は倍速設定だったりとか、好きな項目から見たい方は YouTube のチャプター機能を使ってみてください。それでは最後までいってみましょう。まず一番目にすることになる外観について見ていきましょう。一つ目は解像度を最大にするということです。システム環境設定を開いていただいて、一番下の左側ディスプレイを開きます。ディスプレイを開いたら、ここに4つほど MacBook Pro の場合は解像度があるんですが、一番右のスペースを拡大というやつに普段はしています。これにすることによって Zoom と Word とか Word と Excel とかいろんなアプリを並列して使うときに画面をね広く使うことができますので、ぜひ設定してみてください。二つ目は外観モードについてです。この一般の設定に入っていただいて、一番上の外観モードっていうところが設定できます。個人的なおすすめは自動モード。自動モードだと朝になるとライトモードになりますし、夜になるとダークモードになります。なんか朝と昼の感じでね雰囲気も違いますし、時間の経過が分かりやすいのでおすすめです。三つ目はアクセントカラーについてです。これどこに出るのって話なんですけども、このファインダーとかを開いてもらって、例えばですねこんな感じで選択した時のこの後ろの背景の色が青だと思うんですが、これの色を変えることができます。僕は好きな色が黄色なので、今回は黄色にしていきたいと思います。そうするとここのアイコンだったりとか、この背景の選択している場所っていうものが色が変わったかなと思います。ぜひ好きな色にしてみてください。4つ目はデスクトップの画像を好きな写真に変更する方法です。この設定を開いてもらって、デスクトップとスクリーンセーバーというところを開きます。こうしたら左下にあるプラスボタンから、事前に僕は書類の中に写真を1枚用意しておいたので、これを選択していきます。そうするとですね、自分が選んだ好きな写真がデスクトップに設定できたかなと思います。続いてメニューバーとコントロールセンターのカスタマイズを見ていきます。メニューバーっていうのはこの上にあるバーのことですね。そしてコントロールセンターっていうのは MacOS Big Sur から新機能として出たここのボタンのことです。まずメニューバーでやるべき設定がバッテリー残量の表示です。ここをカスタマイズするにはまた設定アプリを開きます。設定アプリのドックとメニューバーっていうところに行きましょう。このその他モジュールの中のバッテリーを開いてもらって、この中に割合パーセントを表示にチェックを入れましょう。そうすることによってパーセントが常時メニューバーに表示されます。6個目は不要なアイコンをメニューバーから削除しようという話です。僕の場合だとこの Siri とスポットライトを使っていないので、このメニューバーの項目の中から Siri っていうところをチェック外すとか、スポットライトもいらないのでチェックを外すってやると、このメニューバーがシンプルになるかなと思います。続いて7個目は必要なアイコンを逆に表示させましょうということですね。よく使うのがここら辺 Bluetooth とか使うと思うんですが、これをメニューバーに直接表示させることができます。ぜひとも Bluetooth とか、あと僕で言うとタイムマシンとかっていうのをよく使うので、このタイムマシンにチェックを入れたりしています。あとですね、ここにあるお休みモードっていうのが使用中のみっていうのにチェックがなっているんですが、ここをね常にってやると常にこのお休みモードのアイコンにアクセスできたりとか、あと他にもディスプレイってやつもね使用中のみになっていてちょっと見にくいので常にしておきましょう。ディスプレイは設定できる項目も多く結構いじることの多いところだと思うので、このメニューバー置いとくことをお勧めします。続いてはドックのカスタマイズです。ドックっていうのはこの下にアプリがたくさん並んでいるバーのことを呼びます。8個目はドックからいらないアプリを削除しようということです。デフォルトのままこんな感じで置いといてもいいんですが、結構邪魔だしアイコンがねギラギラしていて集中力欠けるかなと思うので、例えば使わないナンバーズとかをこんな感じでドックからポッとどんどん削除していくことによって、自分の必要なアプリだけ残しておけばいいかなと思います。このゴミ箱に入れることによってドックからは削除されるものの、この Mac からアンインストールされるわけではないので安心して消しちゃってください。やっぱりこんな感じで下がスッキリするだけでも少し雰囲気違いますよね。9個目は位置についてです。ドックの位置を変更するにはここでもいいですし、ここでもいいんですが、この矢印になったところで2本指でクリックする必要があります。そうすると画面上の位置っていうのがあるので、今はこう下になってますが、左と右に変えることができます。
右と左がおすすめなケースっていうのが、インターネットをよく見るとかワードを使うとかですね、よく縦側にこう作業をしてスクロールすることが多い人はこの左右に置いておくのがおすすめで、一方僕のように動画編集とかデザインとか横のね、動きを良くする仕事っていうのは、下側に置いておくと画面をね広く、このスクロールをする回数なく、動かせるかなと思います。10個目、ドックのサイズは最小にします。ドックのサイズはこの矢印が出たところでこんな感じで上下にすることによってですね、サイズがこう調整できるんですが、一番ちっちゃくしておいていいでしょう。こうするとね、画面が広く使えるのでおすすめです。ただ画面は広く使えるもののアイコンがちっちゃくて何が何だかわからないよって方ほとんどだと思います。その場合はですね、またさっきみたいに2本指でクリックをドックの線の上でしてもらって、この拡大機能をオンにするっていうのをチェックしておきましょう。そうするとですね、こうやってフォーカスした時にアイコンをね勝手に拡大してくれるようになります。こうすることによって、まあ、アイコンもね、ちゃんと確認しつつ画面のサイズを確保できるのでおすすめです。12個目はドックの自動表示についてです。ドックですね、こんな感じでサイズをちっちゃくして拡大機能をオンにしててもいいんですが、やっぱりこの下にあるの邪魔だなって人いると思います。その場合はまたここの、ところで2本指クリックをペットしてもらいつつ、この自動的に表示をオンにするっていうのをチェックします。そうすると、勝手に隠れてですね、こうマウスカーソルを下にやった時だけドックがひょこっと出てこれるようになります。このコマンドオプション D でもね、このオンオフ切り替えることができるので、僕はですね結構この必要ない時はコマンドオプション D をすぐ押すって感じで広げて、必要な時は出すみたいな感じで運用することが多いです。13個目はドックにデスクトップを入れておこうということです。ここにですねダウンロードフォルダーっていうものはあるんですが、ここの横にいろんなねフォルダを入れることが実はできるんですよ。例えばですね、ファインダー開いてもらって、このデスクトップっていうのをこうやってドラッグしてくるとですね、ピヨッとデスクトップをこんな感じで入れることができます。これ何がいいかっていうと、なんか適当にですね、なんかアプリ開いてこう作業してるときに、デスクトップにはね写真をね使いたいときに、いちいちこう閉じて、また入れてみたいなことやると思うんですけども、そうじゃなくてこのドックからデスクトップを開いて、ここにあるこうフォルダをねドラッグとかして活用そのままできるので、こうステップをね短縮できるっていう面で、ここにデスクトップを入れておくのは個人的にお勧めしています。続いてトラックパッドの設定です。トラックパッドの設定はまたシステム環境設定を開いてもらって、トラックパッドを開きます。その中でまずやるべきところが、タップでクリックにチェックを入れることです。タップでクリックをチェックしておかないと、いちいちこうやって押し込まないとね、クリックができないんですが、これをチェックしておくだけでトラックパッドを優しく叩くだけでクリックできます。15個目はトラックパッドの感度とカーソルの速さについてですね。この下の、バーみたいなのがあると思うんですが、これをですね強いと一番速くしておきます。そうすると、軌跡がねめちゃくちゃ速く動いて、画面の端から画面の端までの移動とか、操作が速くなるので、僕は一番最速にしています。続いてここキーボードについての設定です。1個戻ってもらってキーボードの設定を開きましょう。16個目の設定はキーのリピートとリピート入力の認識までの時間を一番最速にしておくことです。これをしておくことで最速でキーが反応してくれるようになります。17個目はこの右下装飾キーです。例えば Mac だとキャプスロックっていうこの緑に光る、ね、ボタンあるんですけど、日本語だとほぼほぼ使いません。それをですね、僕はキャプスロックキーのマッピングをコントロールにすることによって、このキャプスロックキーをコントロールキーとして使えるようにしています。この割り当てをしておくと、まあ、このあんま使わないボタンの、ね、有効活用が自分の好きなキーで自由にできたりするので、ちょっといじってみてください。16個目は入力ソースの中の一番下、書類ごとに入力ソースを自動的に切り替えるにチェックをしておくことです。これをしておくと書類ごとに英語か日本語かっていうのを自動的に切り替えてくれるので、いちいち言語切り替えをする必要がなくなります。19個目は入力する数字を半角のみにする方法です。このね下の方にあるんですけども、この数字を全角入力っていうののチェックを外しましょう。これで半角数字だけ入力されます。20個目はここの候補の表示っていうところのフォントを明朝体からゴシック体に変更しましょう。なぜか候補だけ明朝体なので、ここにある平木の角ゴシックウェイト3にしておくと一番ちょうどよく見ることができると思います。そしてお隣のショートカットに移動しましょう。21個目はコントロール間のフォーカス移動をキーボードで操作にチェックを入れておきます。タブキーとシフトキーでなんかいろいろ操作ができるようになるので、これをチェック入れておくと、入力フォームの入力時とかにタブキーでどんどん下がったりとか選択とかができるので、これは結構おすすめです。22個目は同じアプリのウィンドウ切り替えのショートカットキーのカスタマイズです。ここのランチパッド、ミッションコントロール、キーボードとあるところのキーボードに行きます。でキーボードに行ったらですね、ここの次のウィンドウを操作対象にするっていうところがあるので、
今だとですね、コマンドアットマークやってるので、コマンドシフトアットマークを同時に押すと切り替えられるんですが、そうではなくて、コマンドと、このチョンっていうところですね、この US キーボードとここにあるこれにすることによって操作しやすくなるなと思っているのでカスタマイズしました。このような要領でいろんなショートカットを自分なりにカスタマイズすることができるので、ぜひとも参考にやってみてください。通知センターとウィジェットについてです。通知センターとウィジェットに関してはこんな感じで MacOS Pixar では、右側から出てくるようになっています。ウィジェットを編集したい場合はこのウィジェットを編集ってボタンからこうやって足すこともできますし、いらない場合はマイナスボタンで減らすこともできます。現状ウィジェットは使っていないですが、今後のサードパーティー、Apple 製含めウィジェットの進化に期待です。続いてファインダーに関する設定を紹介します。まずファインダーの設定なんですが、今回設定アプリではなくてファインダーのメニューバーから環境設定というところを開きましょう。24個目は詳細に行ってもらって、ここの全てのファイル名の拡張子を表示にチェックを入れます。こうすることで提出や共有時に形式を、確認することが簡単にできます。25個目はサイドバーに行ってもらって、このムービー、ミュージック、ピクチャーなどのファイルをですね、このサイドバーに表示させるようにしましょう。26個目はタグの表示です。タグっていうのがこの下のところにあるんですが、全く使っていないので、この最近使ったタグっていうところをチェック外します。そうするとここがすっきりしたかなと思います。27個目はこのリストの表示サイズです。このリストビューだとこの一行一行がすごい小さいんですが、この右側のちょんちょんちょんっていうボタンから表示オプションを表示って言ってもらって、その中からですね、このリストのアイコンサイズのところを大きい方をクリックすると、一行あたりがこんな感じのでっかいサイズになります。内容のアイコンとか表示面もね、とても見やすいので僕はこっちが好きです。続いてスクリーンショットについてです。コマンドシフト3とかコマンドシフト4とかで撮影できるんですが、まずやるのがこのフローティングサムネイルの表示です。どうやってやるかっていうと、28個目、コマンドシフト5を押します。そしてここにオプションっていうのがあるので、そこのフローティングサムネイルを表示のチェックを外します。この状態でキャンセルをしてもらって、もう一回コマンドシフト3やってみると、はい、こんな感じで直接デスクトップに保存されるようになりました。以後フローティングサムネイルが出ることはありません。29個目と30個目はちょっと込み入った技が必要なんですが、スクリーンショットの保存形式と命名規則を変更できます。これはターミナルっていうアプリを使ってコードを入力してやんなきゃいけないんで、少しカスタマイズにコツがいるんですが、その詳しいことはですね、概要欄にブログのリンク貼っておきますので、ぜひそちら参考にしてみてください。続いてエアドロップです。Apple 製品を持ってる人なら一度は活用したことあるかなって思うんですが、送信先のデバイス名が変な名前になってることはありませんかね。それはですね、 Mac の設定で変更することができます。31個目、 AirDrop の時の表示名の変更なんですが、一番下の共有フォルダのアイコンを開きます。そうするとこの上にコンピューター名っていうのがあるので、ここが AirDrop した時とかに出てくる名前になるので、ここを分かりやすい名前にしておくといいと思います。あと Pixar から AirDrop の設定もアクセスしやすくなりました。ドックとメニューバーの中にエアドロップというのがあるので、ここをチェックに入れると、メニューバーからエアドロップのオンオフ、連絡先のみか、全員にやるかなどの範囲について設定がワンクリックでできます。最後はタッチ ID についてです。タッチ ID、 MacBook Air でも MacBook でもね、もう全機種の MacBook ついていますが、タッチ ID 追加してない人はぜひともしてください。追加するにはこの指紋を追加を押して、この指紋センサーに指を当てて登録します。基本人差し指なんですが、膝の上に置いた時とかにこんな感じで、ね、親指で使うこともあるので、この親指、人差し指、この2本は最低登録しておくといいと思います。以上が僕がおすすめする MacBook 初期設定でした。ということで、このチャンネルでは Mac の活用術を定期的に発信しています。これまでだとキーボードショートカットとかトラックパッドの使い方など、いろんなものを発信していて、結構ねカバーしてきたかなと思います。ここから出ている Mac の YouTube プレイリストからぜひとも見てみてください。 Mac の使い方とか困ってることがあれば、ぜひコメント欄までお願いします。ということで、この動画が役に立ったら評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで、2019年バージョンから2020年バージョンで変わったところもあれば変わってないところもあって、今年バージョンも皆様の参考になれば幸いです。このチャンネルでは毎週土曜日夜9時に動画更新しています。 Mac とか iPad の話題を中心に扱っておりますので、また来週お会いしましょう。お相手は陽太でした。バイバーイ。